皆さん、日頃から当チャンネルをご愛顧いただき誠にありがとうございます。今回はチャンネル登録者数2000人達成を記念してある企画を実行します。ここ出雲市にある数々の著名人も愛した由緒正しきホテルに宿泊いたします。それではゲストをご紹介しましょう。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。駅前を見渡すといろんなホテルがあるわね。こっちは北口よ。由緒正しきってことはこれからどこかに行くのかな。駅前のこういったホテルにはいつもお世話になってるけど、いつものビジホじゃないってことだよな。まあそうね。南口にもいろいろホテルがあるわ。さすが一大観光地なのぜ。それじゃお客様こちらへどうぞ。サンライズの入線でも見るのかしら。なかなか活かした思考だな。銀座にもいずれ乗ってみたいのぜ。絶天楼抜刀川くらいたくないわね。なんでこんなところに立っているのかしら。気のせい気のせい。お、来た来た。いずれあれにも乗車したいわ。そうね。普通に乗車できる唯一の寝台列車だしな。お金があれば他にも選択肢はあるんだけどね。おい勝手に中に入っちゃまずいのぜ。まさか今日宿泊するホテルって。ホテルサンライズへようこそ。やっぱりか。数々の著名人が愛した由緒正しきホテルってどういうこった。数々の著名人が愛しているじゃない。まあ歴史もあるわねー。乗車できるのは嬉しいけどよ。少し回りくどかったかしらね。まあこれぐらいはね。ドアロックは下のレバーを所定の位置に合わせると上のロックがかかるのね。一番下は非常用だから触らないようにね。ウプ主は闇カスだから喫煙シングルなんだな。どうせならシングルデラックスにすればよかったのに。貧乏が憎い。というか酒減らせ。こちらには電灯のスイッチやら時計があるわね。東京に向けて発車したのぜ。部屋が明るいとどうしても映り込みが激しいな。ちなみに目の前の駅は一畑電車の電鉄出雲市駅ね。出雲大社へはぜひ一畑電車でおいでませ。おいなんだこの絵面は。映り込みがひどくて絵面があまりに汚かったからね。真っ暗なままアナウンス流す気？じゃあこうしましょう。出雲市くんだりまでやってきて何もしていなかったわけじゃないことを一つ。飲んでるだけじゃねえか。ちゃんと割り子そばもいただいたわよ。でも一押しが釜揚げそばだったわね。そういやシャワーカード買ってないけどどうすんだ。だから前もって店頭に行ったじゃない。買えなかったら悲惨だものね。で、他なんかしたっけか。あ、大阪の次は静岡なのね。もう何もないのね。寝巻きや枕、掛け布団というか毛布もひとまず完備されてるわ。どうしようもなくなったからまた部屋の中を物色しだしたわね。乗車券はこちら。往復乗車券の帰りってことは、行きは何に乗車して出雲市まで来たのかしらね。それはいずれ別の動画で紹介する予定よ。こっちは今回のサンライズのチケットだな。これは車内の案内図ね。ラウンジには行かないのぜ。お客様、ラウンジはシングルデラックスの方専用となります。しれっと嘘を吐くな。逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ。何からなのぜ。松江です。松江の次は、休みに停まります。松江に到着したわね。しかし方々うるさいので。撮影の画角を模索している最中でした。お聞き苦しく申し訳ございません。松江発車時点での6号車の埋まり具合は、シングルに関しちゃガラガラなのぜ。まあ土曜の上りだしねー。大阪から乗ってくるわよ。鍵のかけ方ね。暗証番号を入力するタイプなんだな。これで暗証番号を入力するのね。カーテンを下ろせばこの通り。いや駅な。単線区間もあるから仕方ないけど運転停車ばっかりね。お待たせしました。毎回大変よねー。安来駅に到着したのぜ。新地でも松江でもそうだったけど必ず少しは乗客がいるわね。ご乗車ありがとうございます。この列車は寝台
来特急サンライズ出雲号東京行きです。次は米子です。米子の次は新見に停まります。八雲の停車駅よりは少ないな。伯備線内は新見と備中高橋だけだったかな。なんだかんだで小山に運転停車してりして。昼間だったら中海が見れたんだけどな。今も見えてるじゃない、真っ暗な水面がな。リップシップが見えてきたわね。なんかケバケバしい色してるわね。鮮やかって言ってやれ。米子駅だな。ここからも乗車するお客がそれなりに多いんだろうな。現在絶賛改装中ね。南北の移動が不便だから自由通路を設置予定ね。ちなみに鳥取県で唯一の自動改札機設置駅よ。境線もいずれ乗るのぜ。妖怪の溜まり場だっけ。じゃあ行かなきゃね。一体何をする気なの。米子駅を発車してほどなく境線が左に分岐していくわ。妖怪変化はみんなぶっ飛ばしてやるわ。おいおい、寝台特急サンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ出雲号東京行きです。法規大線を過ぎると山陰本線と分岐して伯備線に入るわ。画面奥に向かってるのが山陰本線なのぜ。おい、また放送事故か。伯備線内に入ってしばらくしたら星空が綺麗だったから、ウプ主のカメラじゃ無理だったというわけね。オリオン座とかくっきり見えていたのに。あれはデネブアルタイルベガじゃなかったの。それは夏だ。さっき冗談で言っていたら本当に小山に運転停車したわね。嘘から出たまこと、マッコマコリン。岡山の県北で交通の要所に意味についたぞ。やったぜ。やめなさい。新見を出て紀新線と分岐した先には、先には無理さがいっぱい。おい、誰が真っ黄色だこの野郎。それぐらいにしときなさい。もう夜よ。備中高橋がうまく撮影できなかったので代替がこちら。ご乗車ありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ出雲号東京行きです。次は倉敷です。倉敷の次は岡山に停まります。山陽本線に入ると街の明かりが増えたかしらね。でも岡山と姫路の間とかは閑散としてるのぜ。伯備線沿線よりは明るいんじゃないかしら。出雲市から3時間と少しでようやく太平洋側に出てこれたわね。ここからは線形もいいから飛ばせるかしら。わざわざ上りのこいつに乗車して岡山で乗り換えるお客なんているのかな。まあ飲料連絡の終電も兼ねてるからね。のびのびで岡山まで移動してそこから乗り換えというケースもあるかもね。まだまだ高松までも行ける時間だしね。岡山にはマリサのお仲間がいっぱいいるね。己もだよか。岡山では到着済みのサンライズ瀬戸と合体するわよ。私たちはさよう見れないけどね。あと、連結よ。合体はいいわよ。おねしょや涙も止まるんだから。ダンボールやウレタンましてや人間なんか入っていないんだから。ああ、213系が奥で待ってるな。再起動開始。瀬戸の連中は連結作業が見れるのか。いいな。瀬戸にいたとしても嫌よ。なんだ釣れないな。冬は寒いし夏は暑いじゃない。そんなこと言ってたら引きこもるしかないじゃない。私はそうしたいけど代理だもの。ウプ主があちこち出かけるからこうして出張っているわけよ。でもそんなに出てこないじゃないか。あくまでもメインはあなたたちだもの。でもいつも楽そうな企画の時にいるイメージなのぜ。はぁ、何言ってんのこの真っ黄色。
な、つまらん天丼繰り返しやがって。お前に、近鉄様の前線を、朝から夜まで各駅停車だけで回った。私の気持ちがわかるのかな？あ、また止まるわね。しかしこれで合体の様子が伝わるのかしら。中から見たらこんな感じだってこったな。今合体したわね。思っていたより大きな衝撃だったわ。さてあとは寝ながら東に向かうのぜ。14両編成になって東京へ号なのぜ。残り8時間半ぐらいかしら。寝台特急サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございます。瀬戸および出雲って案内が変わったのぜ。サンライズ瀬戸号、サンライズ出雲号、東京行きです。止まり岡山を過ぎてもあまり乗車率が変わってないわね。なあ霊夢よ、何かしら。ここが喫煙車両だから売れてないだけなんじゃないのか。そういえばそうだったわね。他の車両はそれなりに盛況かもしれないわ。こんな夜更けに徘徊したくないけどね。新幹線の高架ってことは良いか。こっちにはホームも何もないからね。姫路に着いたら番単線の103系3500番台が見れたわ。こいつもいつまで走るんだろうな。万端線が左に分岐していくわね。時間も時間なので案内放送なしに三宮に到着。阪急神戸本線が並走してるのぜ。あれは春日の道駅だな。西宮北口行きの普通列車が停車してるわ。あれの後が終電みたいね。もうこだまし、はびこる尼崎を通過して。大阪府民の魂の拠り所淀川を渡ると。絶賛工事中のエリアを通り抜け。新駅ビルやら地下駅やら整備中ね。そこは大阪駅でございます。今まで見てきたどこの途中駅よりもお客がいるかもしれんのぜ。朝7時に東京に到着するのは魅力があるから。大阪を出たら次は静岡まで停車しないわよ。運転停車はあるんだろうけどな。せっかくだから京都を通過するところまで確認して寝ましょうか。この辺で梅田貨物線と合流かしらね。そしてもう一度淀川を渡るのぜ。新大阪から西に直進しないで南側の大阪に向かうからね。そして東海道本線は大阪発車後はまた北上すると。当チャンネルでは初公開。新大阪の通過シーンをどうぞ。昔は新快速も通過していたんだけどね。当然だけどもうお客はいないな。でも通過列車のためなのか明るくなってるわね。まだホームで作業してる方いるかもしれんしな。やっぱ喫煙者のせいか大阪を過ぎてもあまり変わらないわね。まあうるさくないのはいいことだ。個室に仲間で泊まっている連中がドアを開放したまま騒いでいたこともあったわ。ウプ主の昔の話かしら？暁に乗車した時の体験らしいわ。京都駅の通過シーンもある意味貴重よねー。貴重というか乗車する機会がそんなにないというか。当たり前だけど閑散としてるわね。ホーム長いな。ようやく地上の改札口が見えたわね。あら、こんな時間でも作業されている方がいるわね。お疲れ様です。さすがに寝ましょう。明日も早いし。それもそうね。お休みなんだぜ。起きちゃった。どこなんだここは。多分三河安城ね。おう！ふ
せも目覚めちゃった。こうなったら静岡までは起きてるのぜ。静岡駅の一番線に到着したわよ。この時間に放り出されたらどうすりゃいいんだろ。下りも上りも始発は約20分後だからホームで待てばいいんじゃない。次に目覚めたら三島駅を通過中。沼津や藤はスルーしたのな。沼津は置いといて呪いをかけてきた藤はスルーでいいわ。コメント拾ったのね。どの道この時間じゃ富士山も見れないわ。お前一生富士山見れねえぞ。熱海に到着ね。新幹線の高架でしか証明できんな。踊り子用の E257系が誘致されてるわ。小田原駅ね。小田急の車両も見えるのぜ。ここまで来たら東京に帰ってきたなという気になるわね。だいぶ空が白んできたのぜ。いい天気とは言えないかもだけど雨の心配はなさそうよ。まあこれから帰ってきたすらこの動画の編集なんだけどね。まあ朝焼けの映える相模川でも眺めて落ち着くのぜ。ピンボケしてるじゃない。ここは茅ヶ崎だけどあれは相模線の E131系ね。これ八王子行きなんだよな。ダイヤ改正後は相模線が八王子まで乗り入れなくなるからある意味貴重ね。遅れもなく順調ね。朝の案内はあるんだな。お休みの案内はなかった気がするわね。お降りの方につきましてはあと15分ほどで到着をします。どうぞ忘れ物ないようお支度を始めてお待ちください。次の横浜地獄通り6時44分到着を予定しております。なんか真っ白な観音様が見えるのぜ。大船観音ね。夜にはオレンジ色にライトアップされているそうよ。最後の停車駅横浜ね。そういや品川は通過だったな。ここから大回りで乗車する強者はいないかしらね。そもそも乗車できるのか。のびのびならいけるのかしら。お待たせいたしました。サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号東京行きです。次は終点東京です。もう終わりか。もう少し乗車していたかったわ。あなたたち乗車した時の反応を覚えているのかしら。あれは現地で一泊するものだと思ってたからよ。そば食って風呂入っただけだったのぜ。この前の函館よりはいいじゃない。東京都民が愛してやまない二大河川の一つ多摩川を渡ると旅の終わりを実感するわ。中には隅田川と江戸川という人もいるかもしれんのぜ。どうでもいいわよ。四天王って言って5人いるケースもあるんだから。どこの秘伝の熊さんのところよ。品川も通過しちまったな。騙されたとはいえサンライズに乗車できて楽しかったわ。失礼ね。嘘は言っていないわよ。まあ著名な方々が愛用しているのも事実だしな。出たわね、キラキラネーム駅。どこでも言われてっけど投票の意味あるのかね。素人考えだけど投票を実行したという建前があればいいんじゃないかしらね。まあ最初から決まっていたと思われても仕方ないけど。東北新幹線でもハヤブサの件があったわね。まあ今はサンライズの旅が終わる直前だからまたの機会に話しましょう。多摩地駅も通過ね。これが平日だったらどれだけの通勤客がホームにいたんだろうな。残念ねえ。見せつけてやれたのに。金曜夜発車のサンライズに乗車すれば優越感に浸れるわ。気持ちはわからなくはないけどね。飽きるほど見てる景色でも特別な列車に乗車してるとまた格別だぜ。同じ景色のはずなのに不思議よねえ。旅の高揚感がそうさせるのかな。まあ東京から横浜までお満員の E231 に乗車してるのとは違うわね。そりゃそうよ。ましてや豪華な車両に乗ってる時はなおさらだぜ。そういうわけだからうぷ主、さっさとお金貯めてまたどこかに連れてきなさいよ。今度は水風とか敷島でもいいぞ。お金もさることながら運も必要になるんじゃないかしらね。まあそれは無理だけどこれからもいろいろなところに連れていくように伝えておくわ。東京です。新幹線山手
京浜東北線、中央線、上野東京ライン、総武快速線、京葉線と地下鉄丸の内線はお乗り換えです。お降りの際は車内にお忘れ物のないようお手回り品にご注意ください。サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございました。帝国通りにただいま到着。そのネタは新幹線でやりなさい。今度は瀬戸にも乗車するのぜ。その時は当然シングルデラックスよね。まあ正直私も興味はあるわね。まあうぷ主乗車したことあるんだけど黙っていましょう。なんか言ったのぜ。いえ何も。チャンネル登録者数2000人記念動画、いかがだったでしょうか。この動画は撮影から帰宅した当日に急いで作成したので、いつにも増して出来栄えがいまいちかもしれませんがお許しください。記念動画ということで早めにアップしようと思った次第です。言い訳でしかないんだからうぷ主ちゃんとしなさい。眠気と上に耐えながら頑張ったのに。まあ動画をご覧の通りろくすっぽ寝れんかったのは事実だな。でもさっさと寝ちゃって起きたら横浜とかだとネタも何もないわね。うぷ主ともども精進いたしますです。起きろ。寝てないですよ。私寝させたら大したもんだよ。そういや時間が押してるから今日帰宅前にご飯食べてから何も食べてなかったわね。まあこれが終わったらなんか買ってくるのぜ。最後は愚痴ばかりで申し訳ありませんが記念動画は以上となります。これからも定期的にどんどん動画をアップしていきますのでよろしくお願いいたします。コメントで企画案もいろいろいただいてるしね。全部は無理だけど何かしらはやりたいな。それでは今回はこの辺で失礼しますね。ご視聴ありがとうございました。